せーの、こんにちは。奥さんの味方の焼肉屋です。このチャンネルでは奥様のためになるような焼肉屋のレシピを紹介しています。チャンネル登録をしてぜひお楽しみください。はい、今日は焼肉屋の超本格的な島町の下処理の仕方を紹介していきたいと思います。ついでにその焼肉屋さんでホルモンのメニュー頼むときに、味付けが選べたりすると思うんですけど、塩もみだれの作り方と下処理の仕方を紹介していけたらなと思います。はい、今日は島町の下処理と塩だれの作り方を紹介します。はい、はい、ということで島町こんな感じですね。まあ、うちの町ですね。で、島町ってどこですかって感じなんですけど、牛の腸、まあ、大腸なんですけど、そもそもうちの場合こう島模様すごい綺麗ないい黒毛和牛の島腸なんですけど、一応限りなく小腸寄りの大腸を使ってますって感じです。で、こう見ていただくと分かるんですけど、島腸って名前の由来通り島模様があるから島腸って感じなんですけど、島模様がうちのすごいすっごい綺麗なの見ていただいて、はい、わかりますかね。はい、で、まあこう洗ってるんですけど、こう洗いが結構大事で、これうんちがついてるんですよね。そうですね、たまに牛腸なんで草、まあ、牛は辛草食ってるんですけど、はい、まあね、なんかそんなに汚い感じではないんですけど、一応そういうのを取り、はい、きれいにこうちゃんと目で見て取り除いていくって感じですね、まずは。はい、で、一応まあすごい新鮮で物良くても多少やっぱり独特の匂いとか癖が全くないわけじゃないので、下処理が結構重要だったりするんですけど、まあ、匂いがちょっとやっぱり気になるので、匂いを取るために塩もみして洗っていくって感じですよね。はい、で、これ今洗ってるんですけど、塩振って洗ってるんですけど、縞模様が綺麗すぎて見てくださいっていう、この縞、そうですね、ほら、あ、これです、これです、ほらほらこれ、あ、ここですね、これすごいですね、ここの縞はなかなかね、ないんですよ。ほら、これすごいですね、これすごいですね、すごいね、歯切れも良くて甘みもすごくてっていうね、はい、縞腸がこちらです。はい、はい、っていう感じで、こう塩もみすると中からこう水分が出てきやすくなるので、匂いも一緒に外に出してくれるみたいなイメージですね。はい、塩入れて結構しっかり振って、それでも匂いが気になっちゃう方は、これもう内緒にしてたんですけど、小麦粉です。はい、これはもうテクニックです。そう、テクニック、これそうなんですよ。意外とね、知られてないんですけど、小麦粉を使ってこう洗ってもみもみして、小麦粉水をしっかり一旦染み込ませるみたいな感じですね。そうすると匂いがなんと結構落ちるんですよね。はい、で、結構なんか、なんだろう、めちゃくちゃやりすぎちゃうと、うまみも一緒に逃げていっちゃうんじゃないかみたいなのあるんですけど、確かにそうなんで、ほどほどに。で、洗ったので、次、隠し包丁をこう入れていくんですよね。で、これやると、歯切れが良くなるというか、結構、なんだかねって、内臓のお肉なんで、結構歯ごたえがあったりして、こうグニグニしてて女性とか子供が食べづらいみたいなのがあるので、こう隠し包丁をこう綺麗に裏面と表面両面ですね、こう入れてあげることによって食べやすくなって歯切れも良くなるので、やった方がいいんですけど、この歯ごたえとかグニャグニャが好きな人はやんなくてもいいかもしれません。まあ、うちはこういう感じで両面で結構どんくらいですかね、 2mm 間隔ぐらいやってるんですかね。はい、で、あとなんか物によってこう裏側に油がすごいついてる、まあそもそももともと油が結構ついてる部位なんですけど、油もなんか好みですごいこってりが好きな方はつけっぱなしでもいいと思うんですけど、うちの場合は程よくつけて程よく外すみたいな、ちょっとやっぱ残しといた方が油の甘みを感じていいんじゃないかなと思います。で、これやり終わったらまた最後にちょっと洗ってあげて、で、これでもやっぱり匂いが気になる方はなんかしばらく水とかにつけておくと、さらに匂いが飛ぶんじゃないかなと思います。はい、で、島町の下処理終わったので、ついでにといったらあれなんですけど、塩だれ、もみ塩だれの作り方も紹介していくんですけど、これ焼く前にお肉こう味付けしてこうボンであげると、柔らかくなったり歯切れが良くなったりっていうのがあるので、基本的には焼肉屋さんは多分大体特にホルモンは下味を選ばせて下味をつけたりすると思います。で、今回塩なんですけど、
すごい簡単ですね。ネギ、刻みネギと塩、コショウ、味の素、ニンニク、ごま油、これだけですね。で、分量は概要欄に記載したりするので見ていただけるといいと思います。あとごまか、はい。で、これ全部入れてしっかり混ぜて、で、もうタレとしてはこれで完成なんですけど、そうですね、最後に最初に刻んだ刻みネギ入れて、で、結構味の調整しょっぱかったりもするので、他の入れ物に島蝶を入れて、そこにタレ、この作ったタレを少しかけてあげて、手でしっかり揉むっていうのがポイントですね。はい、揉み揉みして揉み込んであげる、揉み込んで両面にしっかり馴染ませるっていう感じですね。で、こういう感じでお店で提供するときはこんな感じで綺麗に並べて、島模様をいかに見せるかみたいな感じですよね。はいはい、この島が綺麗なのがうちの島蝶、いい島蝶、これいい島蝶です。はい、綺麗です、綺麗ですね。島蝶だけにね、島模様が大事です。はい。はい、今日ジューシー全然喋ってね。これからも奥さんのために動画を上げていきますので、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。